ワンチャン勝てねえかなこいつに。なんとかして、台風連打で無理かな。こいつにもし変身できたらだいぶ世界変わると思うんだよな。ここでまあ虎のこのポーションを使う。あアイテム使ったら絶対先手取れるとかそういうなんか優しいのはないのね。なるほどね。でもなんかさ、ワンチャンさ、今さ、乱数によっては、乱数によってはね、こういうことがあるから、あれなんかちょっと与えるダメージ少なくなかった？あれこっちもなんか、こっちも結構乱数あったりする感じなんですね。でも277のことワンチャンもっぺんこれ耐えねえか？おい、耐えた！あとちょっとだったね。いやこれでもね、ワンチャンね、これ本当に繰り返してたらね、いつかねこれ来るんじゃねえかなって。今マジでほらほらいいランス引いたよ、いきなり293、345はやってねえ、マジふざけんな。おい345ってなんだ今の。おい、ここでなんかさ、こっちのがいいとかない？固定概念にとらわれるな。奥の方が強いなんてことはわからないよね。もしかしたらこっちだったら勝てるなんていう可能性もあるぞ。魔法がすごい弱くてさ、こっちは。溜める攻撃？おいおい、いいのかそんなことで一旦消化しちゃってよ、おい。おい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 、そんなことする余裕。ちょっと待ってもらうことできないかな。あと2ターンぐらいだけちょっともっぺん力溜めない？どうせだったら、おお、そういうことなんですよね。そしてさらに、ここで HP が尽きないからもっぺん食べる。バカだこいつ。おい、ちょっとこれワンチャンマジである。こいつバカだから。こういうことだったんだな。絶対違う。絶対違うけどこういうことだったんだな。おい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 、俺無敵の力を手に入れたんじゃないか。おい、とんでもねえ強さだ。850の HP さらに貯める。これなんですね、やっぱバフなんすよね RPG って。すみません、魔王様に逆らうだなんてそんなことするわけないじゃないか僕がね。ついでにこいつも血まずにあげるかこいつらよ。おいバカみてによ。ただこいつも、こいつ魔法力と魔法防御終わってるわ。普通にこいつ物理タイプの脳筋だったわこいつ。ただ皆さん、人型になったことによってここで強い剣、こういったものが解禁されるんですね。さらにいいポーション、こいつは HP がなんかすごい高いじゃないですか。で、ここでポーションだの、いいポーションを使うことで、これポーションって一回どのぐらい回復するんだろうな。まだポーションでいいのかな。ポーション1個と、いいポーションを、虎の子の1個持っといて、これで、この有り余る、このステータス、この物理をもってして、ふん、所詮はでかいトカゲよ。我の剣技の前にひれ伏せい。まず、なぜできない TP が溜まっておらぬであるであるのだらばば。まあ剣技で、剣技で、ちょっと待ってくださいね。こいつめちゃくちゃ物理防御高いはずですよね。おかしいですよね。そういう時のためにこれ、ダメだ、もうドレインすらさせてくるね。強すぎる。しかし皆さん、お忘れですか、ドラゴンは一匹にあらず、もう一体ドラゴンがおりましたな。所詮は図体がでかいだけの見かけ倒しよな。我が剣技にひれ伏せい。ダメだ。でもさあ、せっしゃー、本当に申し訳ございませんでした。なんなんだあいつの強さは。おい、どうなっている、ちょっと待ってくれ。何、まあ無事落ち着け落ち着け、一回落ち着いてこいつをまず狩ろうな。順序ってものがある、世の中には順番があるんだよ、何事にもな。落ち着け、一回落ち着いてダメージが与えられない。落ち着くんだ、本当に落ち着いてくださいね。なんなんだこいつの強さは。ちょっと待ってくれ、ふざけるな。これで、まあまあ聞くけど無理だって。まあまあじゃ、おワンチャンあるのか。まあワンチャンあるのかよ。なんかもう調子狂うな。いやこいつ魔法型じゃないから絶対にこれ意味ねえって。意味ないってことはないけど、ああ意味なかったわ、本当に意味がなかった。なんなんだこいつ。もう相性って大事だね、相性ってね。でも先手が取れるんですよ皆さん、忘れないでください。アップデート先手取れなかった、取れてなかったっけ。一回も先手取れてねえよ、何の記憶だ。やべえ、俺の IQ が3しかねえ。
あったまきた。もうゴリ押すわ。もうざけんじゃねえぞこの野郎。爆弾ドーン。ボーマーになるわ。時代はボーマーなんだよな。ボン落ちないだと一撃で落ちないだと。まあでもいいダメージ入ったよね。もう一発耐えれれば、耐えれるわけがない耐えれるわけがないんだしかもな、もう一回使っちゃった。あ、まだもうこれ5000円するから、もうやりなしだどこまで俺は戻されるんだろうな。セーブもせずにさ、突っ込んじゃった、ドラゴンに。やべえ。あ、ここか。ここまで戻してもらう。なるほど。ここだったら、まあまあまあ、まだまだまだ。まだまだまだ。よかったよかったよかった。ここならまだね。で、どうする俺。マジで。レベル上げるか、コツコツ。それしかもうなくない？なんでおじいさんが最後に君臨しとるんや。まあ、クソ雑魚やろが。あ、でもこうやって見ると結構もうなってんだな。半分ぐらいは。でも、逆に言うと半分まだ残ってんのか。だってもう、ねえ、ワールドマップここで終わりなのに、まだ半分も残ってるってことは。そんなまだいるの？とりあえずこのさ、中ボスとかさ、こういうの倒しまくってレベル上げるか一回。なんか現状のレベルだと多分全然勝てない気がするんだよな。避けられとるしこんなんにも避けられとるしの。だいぶ前の敵やぞこいつなんて。にもかかわらず圧勝できない時点でまだまだ俺はレベルが足りてないんじゃないか。一回この辺でレベルを上げて、ほらもういい勝負してるもん。普通にいい勝負してるもん。これ500の経験値が美味しいわけよ。普通に1回戦ったらレベル上がるんだからさ。778か。なんかこっちのステータスの方がいい気がするな、バランス型でさ。強い剣、まあ、こっちなんかスライムの杖にしたらこいつなんか魔法力110になるし、こっちの方が杖まであるよな。まあでもやっぱ赤の方が強いか、さすがに。赤倒すか。てか、どうなんだろう、実際赤よりこっちの方が強くね、冷静に考えて。思ったんだけどさ。このフレアとかファイヤーよりもウィンドウとかの方がなんか上位互換っぽいじゃん、冷静に考えたら。ダメージもさ、フレアとかよりもさ、あの風の方が与えてるじゃん、敵にかけた時に。ってことはこっちのがあのスライムベスよりも、赤いスライムよりも緑スライムの方が上位互換なんじゃないのかなって。ってことはステータスわざわざ見比べてないけど、こっちの方が上なんじゃねえの。ってことはこっちで挑むべきなんじゃねえの。こっちだったら勝てるんじゃねえのっていう推測のもと、レベルも1上がったことだし、やってみよう。3発耐えれないことが今確定しましたよね。あ、これ負けたな、これ。ああ、事情が変わってきたようだな。でもやっぱりなんか赤いスライムが強くねえか、おい。やっぱ赤いスライムが強いのか。これ幻の5発目ぐらいが当たれば、幻の5発目が当たればいける。これ4発じゃ多分落ちないから、幻の5発目、幻、ああ、幻。てかよく見たらここでなんか全部乗ってんだな。50、40、55、40、30、50。明らかにレッドの方が強いやないかい。全然レッドの方が強い。ん？ちょっと待ってください、皆さん。今見ましたか？赤の指輪。なるほどね。こういうさ、あのドロップアイテムがあるなしっていうのが、これもう見えちゃってるんですね、ここでね。これ緑の指輪落としますね。こいつ赤の指輪落とすらしいんですよね。で、赤の指輪というのは私今まだ持ってない。こいつから赤の指輪を一回狩るか。こいつから赤の指輪を刈り取って赤の指輪を装備した状態ならば、さすがに勝つんじゃないかっていう。しかもこの世界ドロップ率結構高めです。さっきから何度も勝手になんかドロップしてます。ということは手に入るんですね。これならさすがにどうよ。はい、さらに強くなった。この5が、この5が、まあ、勝負を分けるから、マジで。で、一回、もう人間界の宿屋でなぜか止まることができて、こいつらマジでな、将軍たくましいから、本当に。あの、金さえ手に入れば何でもいいから、魔族だろうが何だろうか関係なく止めるから。それが人間にとって、どんだけ あの損害を与えるかとか、もう関係ないから、あのおばさんからしたら。関係ないの、もう。お金になればそれでいいの、あのおばさんからしたら。あのおばさんにも生活がかかってるわけで。この状態の台風はどうだ。300台が出ちゃうんですね。そして耐える、もう避けちゃう、耐えるところがもう避けることができちゃうんですね。そしてもう一発耐えれそうだな。おい、まだ300あるぞ。そして、あー、幻の5発目、あー、幻の5発目出ちゃった。あー、もう4発で倒しちゃった。はい、この強さもさ、見ましたか、これ。ステータスの差が。そして、ゴーストになることが。こう念願のゴーストの強さが。微妙。すんげー苦労してなったけど、微妙。結局、新しいのも覚えてねえし。
でもこいつなんか物理効かないみたいな特殊、あでも防御高いな、確かに物理防御高くない？え、物理防御高くね？こういう時は敵図鑑を見るんだ。あー、敵の時のステータスと自分がなった時のステータス、ん？半減か？ちょうど半減してるみたいなことある。ちょ、お前、すっぱらかになって。関係ねえわ。半減とかじゃないわ、全然。なんか48とか中途半端な数字だったもん。そうか、まあレベルの概念もあるしな。まあでもなんか、ステータスがそれなりに、だから特性を引き継いでるっていうのは見えるよね。一応、考えとしては、防御力だけ、物理防御だけで見たら、歴代最強なわけですよ、こいつ。だから最大 HP が低いっていうのはあるんだけどね。で、2発耐えることができたら、爆弾ポイポイでどうなんだっていう話はあるわけ。1000ダメージ当たることができるわけじゃな、パッパッペーやあ、でも、皆さん、先手を取ることができましたよね。2発目、幻の2発目が来ません。あれ、先手取れてなかったっけ？あれ？ちょ、で、先手取れてなかったっけ？セーブしたっけ？やばいか、これ。もしかしてやばいか？やばいな、これな、おい。どこまで戻ってんだ、俺は。はい、戻ってきましたと。いい加減セーブすることは覚えないか俺。いい加減に学習しようよ。やっぱ先手取ってるよな、こうやって見るとな。で、ここでなぜか先手が急に取れなくなるのは、あー来た来た、ついに幻の2投目が倒した。来ました、皆さん。ただ良かったんだろうか。だってさ、なんか見切れてるもん。顔ぐらいもうちょっと見切れちゃってるんだもん。なんか右側になんかあるもん。でも見てください、この強さ。ただね、これグリーンブレス、グリーンウィング、レッドドラゴンの方が強いわけじゃん。いや、強いのかな、そもそも。それも分かってないけど、レッドドラゴンが強いんだったら爆弾2個レッドドラゴンにぶん投げた方が良かったのかなっていうのがちょっと今ね。で、これで勝てるかどうかなんですけど、うん、 TP が溜まってない。まあ、台風打つで182しか食らわない。583食らう。これもう無理。操船者。無理です。勝てるわけないって、もちろん分かってたに決まってるじゃないですか。ちょ、小突いただけっすよ。冗談です。なんか頂点に君臨したみたいになってる。お、偉そうになんかここ佇んでるけど、俺全然強くねえぞ。対して。でもここになんか佇んでるってことは、相当俺今強い体手に入れてるってはずなんだけど、でも対して強くねえんだよな。まあ一回なんか装備とかか。あ、強い剣装備しなかった。道理でね。いや、なんか、いや、でも絶対勝てねえ、これじゃ。結局、防御力が明らかに足りてなかったから、物理は手に入れ、物理攻撃力は手に入れても、まだ防御が足りてない。ちょっともう、騎士しかどうこうとかじゃなくてさ、お前ら、なんか、俺っての、俺の姿見て、どう、なんか思わない。あ、なるよね、そうだ。もう、ほぼつけからってか、もう、マーシャ、完全なるマーシャ。お、でもこれいいんじゃない、マーシャの、だって姿を手に入れたら強いね、ドラゴン。これで魔法使いマーシャになることができる。やった。全然強くないのにすごく嬉しいのはなぜだろう。なぜかわかんない、すげえ。あ、おい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 、始まったみてえだな。そういうことか。マーシャで何ができるかって言われたら、もうもちろんそれはあれだよな。ハロルド、ハロード、マーシャですけども、モンスターです。くっそ、こいつ硬派だな。マーシャの姿を借りて、この姿でね、いろんなことしたらワンチャンね。何を言ってるんだろうな、俺は。自分でもちょっとよくわかんないことを今言ってしまったようだね。忘れてくれないか。いや、魔法使いのマーシャだったら、なんで反応がない、なぜ読めないんだ、この石碑にあり書いてある何かが。誰だったら読めるんだ、上級魔法使いだったらいけるのか。もうだから、お前のその体を使えっつってんだよ。ハロルドに命かけしろっつってんだよ、この野郎。お前の体を使えっつってそれしかねえだろうが、バカ野郎が。お前の女たちの武器を使えっつってんだよ、この野郎。わかんねえのか、お前の存在価値が、利用価値がよ。いや、ただ実際問題、このスパークめちゃくちゃ強えぞ、メガスパーク。だから、あとはこのドレインとか、だからなんかマーシャになったおかげでいろいろ覚えたから。で、妖精の羽今集めてるんですけど、ここにいたやつら全員勝って4つ手に入れたと。この辺とかどうなん。あ、ほら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 、こういうことだったんだ。で、殴ってぶん殴って一撃で倒して、人間は弱いんだよ、脆いな人間とは。これでまた埋まったんじゃない。ほらほら、ここが埋まった。こうやってなんかいっぱい埋めていく。でもなんでモンス、あ、そっか、俺犬になってその後人間と、あ、おばあちゃんと話しかけたけど、そっか、
兵士とか、あ、そうか、魔法使いとか兵士は戦うことができるから、おばあちゃんとかその武力を持たないものはヒーって怯えてるけど、モンスターの姿になって、幼女も多分逃げ惑うだけだね。おじいちゃんはなぜか多分戦ってくるけど、そういうことだったんだな。戦える相手と戦えない相手が、いや、まあ、そんなことはどうでもいいんだ。今はそんなことよりもここなんだよな。あ、兵士か。俺はそうか、俺は兵士か。どうもドラゴンです。もうこいつらも大忙しだよな。さっきからドタ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 さ、魔物がさ、もう門番何してんだってくらいさ、平然と入ってくるもんな。で、騎士になってと。うん、ご苦労。今日飲みに行かないか。おい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 、素晴らしい。ご苦労ご苦労。では奥へと。え？一部の人？誰だったらあれんだよ。え、騎士じゃ無理なんだ。あ、おー、100ゴールドな、ありがとね。あ、ここはもともと入るだっけ。え、一部だ。王子か。まあ、とにかくこのドラゴンこのドラゴンが普通にさ、なんかのし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 歩いてるこの姿がさ、結構シュールだよな。あー、どうもすいません、モサーさあ、これで、上級魔法使いもワンパンでドッ。お、なに、メガヒール、やるじゃねえか。やべえ、大丈夫か。ダブルアタック、なんだこら、こんなのいつの間に覚えた。つえ、誰の技だ今の。あ、騎士か、騎士の技だ。こうやってどんどんスキルがさ、です、またすごい技を覚えたわ。メガヒールなんで覚えてねえんだよ。おい、お前使ってただろさっき。あ、あ、なるほど、単純にそれでよかったんだ。お腹が痛いって言ってるから、なんかさ、薬を持ってきたのかどう関係ねえんじゃん。ぶん殴れば、え、一撃耐えるだと。なんで王族ってだけでこんな強えんだ。まあとにかくこいつの姿を手に入れることによって行ける場所があるんですわ。これをやろう、伝説の剣。スバル強いよ。騎士の剣が霞むな。決して騎士の剣、結局なんか一回も、あ、でも鎧を手に入れたのでかくない。なぜか攻撃力も上がるし、実は誰でも装備できる。おい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 、これはもう、おい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 、来ちまったんじゃねえのか。もうこれでさ、ドラゴンの姿に戻って、てか羽がそろそろ足りないから、ちょっと羽集めするか。またさーてと、羽集めついでにドラゴンも狩るか。もう今ならさ、この妖精の姿だろう、なんだこのお金クラッシュっていう技は。お金の 10% を消費してその分のダメージを与える。今金俺いくら持ってるっけ。いやでもさ、 10% 消費するの、まあ、そんなことしなくてもさ、普通にぶん殴れば勝ちなんだよ。いきなり1000ダメージ。おい、一方的にいたぶられる気分はどうだい。しかも介護官からよ、ドラゴン。おい、今の俺だったらもう魔王様やれるんじゃないか。でもさ、順序ってものがある、物語にはね。まずは、あ、そうだな、あ、でもさ、あの敵図鑑でさっき気づいたんだけど、このレッドドラゴン、レッドドラゴンに行く前にこのレッドスライムとここの間になぜかハテナがまだ1個あって、まだ倒してないやついたっけっていう。で、こいつなんじゃねえのかなって。これ緑のコウモリじゃなくて、これ赤のコウモリなんだよね。あの、俺てっきり緑なんだろうなと思ってたんだけど、色合い的にこいつ赤だったから、一応こいつも倒してスキルを、もう何覚えたか分かんねえよ。何も覚えてなくねっていうか、こいつ。まあいいや、別に。図鑑埋めたかっただけだから、ほらね。で、レッドドラゴン。この順なんだよな。さて、今までよくも俺のこといたぶってくれたな、レッドドラゴンさんよ。まずは、まあそうだな、小手調べに即死。あ、でも 10% の確率で即死か。10% はさすがに博打だな。そんなことに頼らなくても俺は成功法で一撃で先行。え、ちょっとごめんなさいね。あ、なんだお前のその強さは。やばいぞ、俺負けちゃうのか。先手取ったらワンチャン、よし、勝てる。よーあぶね、こいつ強っ。あぶね、でもお前のそのすごい強さを俺のものにできる。おい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 、見てくださいこの HP2045、 そしてこのステータス、無敵の力を手に入れてしまったようだな。おい、今の俺なら誰にも負けねえぞ。
そしていいポーションとかも1個あるけど、まあでもそんなものに頼らない。いやでもさすがにか、さすがにちょっとちゃんと買っとこっか。いくらなんでも魔王様だもんな。次もう魔王戦でしょ。だってそうだよね、魔王勇者、あとなんかもう一体わかんないけど神魔王勇者神だよ。もう残ってんの爆弾。いやいいポーションをまあ2個ぐらい買ったけどもいけるやろさすがに。わいは魔王やなんかノリ軽いな。お金クラッシュいっとく。今1万あったから。でも1000か。いやでも1000かってすげえけどな。1000ダメージ、もうなんか感覚がまひってる。まあでもメガスパークとかどうなんだろう。魔法なのか物理、あ物理だねこの人ね。いやちょっと強すぎませんか。ちょっと待って600ダメージだと。おいいくらなんでもとんでもない強さが出てきたぞ。まあでもダブルアタックでこれもんなんだよな。1600ダメージ、一ターンに1600ダメージ当てる。さらにだ、これでダメージを与えなかおちょっと待って、なんなのこの強さは。異次元じゃないですか。異次元の強さなんですけど、今なんか千何百ダメージ与えて、そして千何百ダメージ回復。今何が起こった。ちょっと早すぎてよく分かんない。分かんないもんな強すぎる。もう118しか HP 残ってなかった魔王様。お前なら勇者を倒せそうさ。いや倒せるなこれはな、あまりにも強かったよ。そしてこの、まあ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 そりゃね、もうね魔王様ですからそりゃ強いですよ。魔王アタック、魔法力依存、魔力依存か。この有り余る攻撃力なんだよな。物理もあるんだね。なるほど、いや楽しみだなこの魔王アタック、どのぐらいのダメージが。でもなんかさ、そんな魔王アタックなんかよりもさ、今とんでもないのがあったよねこのさグリーンウィンドがもう驚異的なさ、なんか魔王様で、いやでは止まってみようか。どういう態度するんだろうなこいつはな。関係ないんだ相手が魔物だろうが魔王様だろうが、もうお金のためならもう何でもしますもうものすごい利的行為だけどね。人類を滅ぼした原因はこいつなのかもしれないこいつさえいなければってところあったかもしれないけどね。さてじゃあセーブさせていただいて、モンスター、でもモンスターっていうかもう俺なんか魔王だし、あーそうね、これちょっとやってみたいよね。 MP100 消費して魔王アタック1236か。まあまあやな、これ100使うんだもんな。でもな考えてみたら微妙かな。貯めるとかどうだ。お前のさ、そのお前のなんかその生意気そうなその表情をさ、その表情を歪めたいんだよね俺はね。あー24か、なかなかたまんねえな。ちょっと引っかいて、いやちょっと普通に小づいてみようか。1512、小づいただけで1512だ。まあこの辺で一回まあ回復でもしとこうか。俺は回復もできる。この瞬間も歪むだろうねこいつの表情ね。えお前1200も回復してくんのみたいな、そんなことで許されるのみたいな。魔王様が回復魔法、回復アイテムとか使ってくるんだからね。だってね、さらにこれでもうどうなるか分かりますか皆さん。まあでもな、これ使って回復すればこれを使いたいんだ俺は。あらがえねえ、あれ使ってたのその前にこいつ死にそうで、もう大丈夫かおい、心配になってきたよちょっと。一回ちょっと貯めるがそろそろ切れそうなんだけど、まあでもここでポーションで相手の表情を歪ませて、そろそろ溜まりそうだな。一回ちょっとバフが切れそうだから直して、でここで打つと思うじゃないですか。ここで回復なんですよ。もし一撃で落ちなかった時のために俺は一切甘えない。魔王アタック物理終わらせてやる。4580とんでもねえこんな強いやつがいるとはお前の勝ちだ。なんて強さ、入社になれちゃうあゲームクリア。でも俺もうちょっとなかったですかねネーミングね、あの作者さんね。ちょっと待ってくださいよ、あの石は何なんですか。セーブができるとはどういうことだおい。行けと言っているゲームが行けと言っている。ちなみに銭投げは1割だから1200ダメージ、結構な威力になっとるの。お金クラッシュもの、これ最終的にお金クラッシュが一番強くなるからなこのゲームな。ここなんだろ。そういう感じ、ちょっとなんか見た目が
あ、もう何にも説明もない。作者ね、制作者とバトルね、あるよなそういうのな。だいたいなんかこういうのスライムとか用意してること多いけどさ、この作品の場合スライムもう使っちゃってるからね。まあためよう。まあ強いね、確かにね、確かに強いですが、まあこれならまあ負けないんじゃない、さすがに丁寧にやれば。これ1200回復するんでね。で、いや、もったいないですよね。それはもったいない。あ、制作者の、あんまり、即すると思った？なんだ？見かけ倒し。お、ちょっと待って、これ何パーかの確率でこれ効くな。これやべえな、これな。これ 10% の確率でこれ当ててくる、こって、あと、じゃ、やばい、これ、ちょっと待って。これ死の宣告受けてるな、俺今な、これな。早めに殺されて、これやべえやつだな、これな。魔王アタックとか待ってるこれ場合じゃなかったな、これな。ダブルアタックで殴んでてやべえ、これ。と思ったら普通に攻撃してくる。ちょっとよくわからない。まあでも確かに実際問題これね、100使ってだったらやめてください。 10% でどうせ死ぬんでしょ、どうせ 10% で死ぬんだから。これ使ってきてるってことでしょ、多分さ、これさ、突き詰めて考え、やめてね、突き詰めて考えたらさ、多分これさ、貯める2回した後さ、普通にダブルアタックとかした方が強いんだよな。魔王アタックさ、TP100 貯めなきゃいけないから、さすがにちょっとコスパ的に考えても微妙な気がするから。でもやっぱロマンを求めちゃうんだよな。何を避けとる、やめろ。だから普通に攻撃してくるときは怖いんだよ毎回。ちょっとワンチャンスを即死死ぬんだから。次だな。あある意味負けた。ちょ、なんか試合に勝って勝負に負けたみたいになってる、やめて。このゲームやり込んでいただいてありがとうございます。このゲームはこれ以上何もありません。あ、最後制作と、なるほど、9999でな、なるほど。あ、で終わりなのか。 OKOKOK、 じゃあ終わろう。はい、ということで倒した敵に変身する RPG でした。クソほど面白い。もっとこのコンセプトで敵の数とかも種類とかもすげえ増やして、なんか3時間ぐらいやりて、マジでクソ面白かった。ありがとうございました。